いててててあれどうしたん？さっきそこで転んじゃってさ。あらららららバンドエイド持ってない？あ、君はバンドエイドっていう派？え、何？派とかあるん？バンドエイドは商品名でジャンル的には絆創膏じゃん。言われてみればその絆創膏の呼び方って地域によって違いがあるんだよ。例えば？大体こんな感じで呼ばれてます。おー、そこそこありますな。知ってた？これ全部商品名なんだよ。へー、聞いたことないやつも多いな。阿蘇製薬さんが調査した絆創膏の呼び方マップ、群馬はまさにバンドエイドか。もちろん家庭での違いもあるから調査上の結果だけど。でもなんで違いが出るの？その地域で浸透してる絆創膏商品が違うかららしい。なるほど、サビオなんて知らないもんな。発音もわからないしね。ちなみに君は何だったの？え、普通だったよ。ってことは絆創膏？いや、絆創膏。なんか田舎っぽいね。おお、どこがどういう風に？